まあ、我々が経過物できるのも、規制緩和した小泉だ。まあ、そうだね。そうだね。そう。小泉さんの規制緩和が、まあ、今いろいろまあ言われてはいるんですけど、規制緩和ってね、本当にいろいろ、まあ、立場によっては、あれだよね。その規制緩和が良かった良くなかったっていうのはあると思うんですけど、郵政民営化を代表としてね。当然僕がね、前前職だった、プロパンガス。まあ、ガスに関しても、そういうのがあったんですよ。で、やっぱり、僕は自由化の波に乗って、まあ、要は、大手からガスを奪っていく仕事をしてたんですけど、その大手の傲慢なガス売りを、まあ、僕らが奪っていくって、奪う側をやってたんですね。で、奪う側をやった時なんで、ちょうど小泉さんに関しては、小泉支持だったんですよね。で、守る側からすると、そうじゃないですよね。郵政も同じように。だから、こう、戦うじゃないですか。で、戦っていくうちに、例えば今僕らが軽貨物やっている、軽貨物の運賃っていうのも、もし、この、まあ、軽貨物の運賃の相場があって、軽貨物の黒ナンバーの規制も緩和されたと。要は黄色ナンバーでも、おばちゃんだろうが乗用車だろうが軽貨物をみんなやっていいよっていうふうに、仮にですよ。なった場合に、まあ今その状態ですよね、ギグワークってね。そしたら、当然競争相手がどんどん増えて運賃下がっていくわけじゃないですか。そういう会社が増えてきて、運賃叩き合いになってくるじゃないですか。で、僕らはそうすると古い考えの人になってくるんですよね。運賃最低でも、今のピック号の運賃が最低ラインだと思ってる僕らっていうのは古い人間になってきて、その規制緩和後に出てきた、まあ今ギグワークで働いてる人たちって安い運賃でもやってるっていうのはある意味規制、まあその安い運賃が当たり前で育ってきた人たちだから、そうすると彼らが成長してきたら、僕らの古いドライバーから仕事を奪っていく、逆に叩いていく、叩き売りしていく市場になっていくので、で、そう考えると、これから奪っていく側なのか守っていく側なのかによって、全然違いますよね。その規制緩和が良かったのか悪かったのかって全然違うじゃないですか。だから僕は本当ガスでこう、どん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 大手からガスの顧客をどんどん奪っていった時代っていうのは、狼狽が何言ってんだっていう感じでこう、ガンガン取っていった時代があったんですけど、戦い終わってみる。戦い終わりました。で、そこの業態からリフォームの業態に行って、で、リフォームの業態も戦い始めた。太陽光発電も、戦国時代で戦い始めて、僕らはシャープだったんで、逆に僕らは、京セラとか三菱とか、まあ、ああいうところの太陽光から価格を守る側に行ったんですよね。価格を崩していく業者が結構増えて、守っていく側だったんですよ。で、その時に、あ、逆の立場ってこうなんだと思った時に、結局自分がいる居場所が正義で、逆のところは悪に感じちゃうんだけど、本当にでも実際問題、本当いる場所によって全然違うんだよね。